新型コロナウイルスの変異種が猛威を振るってるみたいだね。従来のものより感染力が強いらしいな。気をつけていても感染してしまう可能性がさらに高まってしまったってわけだ。極論を言ってしまうなら、仕事や学校以外での外出はやめるしかないんだけど、そうもいかないからね。まあ気をつけすぎて悪いことがないなら、やれることは徹底してやるしかないな。そうだね。さて、今回は岩国基地に2機の B1B 爆撃機が飛来したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2020年12月16日、山口県の米軍岩国海兵隊基地に米空軍の BB1 爆撃機ランサー2機が飛来して、同基地に2時間滞在した後、離陸したよ。2機は米国サウスダコタ州にあるエルスワース空軍基地所属で、現在グアムのアンダーセン空軍基地に展開しているもので、今回は岩国海兵隊基地において同爆撃機の受け入れが可能かどうかの確認のために立ち寄ったとされているんだ。今回の着陸し立ち寄ったことの意味は、作戦飛行中の B1B 爆撃機が天候急変や緊急事態などで岩国基地への着陸を余儀なくされた場合、基地側がそれに対応が可能かどうかを確認するためであったらしいね。グアムのアンダーセン空軍基地に展開している B1B 爆撃機は2020年に展開後、日本海、東シナ海、沖縄周辺において航空自衛隊の F-15、F-2 などと共同訓練を実施していて、編隊後方、防空戦闘訓練などを実施し、日米間の戦術技量の向上を図っていたんだ。ランサーってどんな爆撃機なの？ B1B ランサーはロックウェル社が開発し米空軍が運用している乗員4名の大型爆撃機で、大型爆撃機としては珍しい可変抗体翼を持つ超音速爆撃機として、岩国基地からであれば北朝鮮の平壌までわずか45分で到達することができるんだ。開発当初は核兵器搭載能力を保有していたが、1994年に核攻撃任務から外れたことで現在の機体には核兵器搭載能力がなくなっているぜ。米空軍は2021年2月17日に、62機保有している B1B を45機体制として17機の退役を発表しているね。米軍の岩国海兵隊基地では2021年になってからこれまで配備されていた FA-18 ホーネットの部隊を、最新鋭ステルス戦闘機の短距離離陸垂直着陸機 SVTOLF-35B ライトニング2に配備転換することを進めており、3月31日現在 F-35B が22機配備されていて、最終的には32機体制になるとされているよ。また、岩国海兵隊基地には3月12日にハワイにある、パールハーバーヒッカム基地所属の米空軍の最新鋭ステルス戦闘機である F-22 ラプター6機が、自由で開かれた太平洋地域に貢献するためとして展開されているけど、これは米政府高官の韓国訪問に合わせて北朝鮮及び中国を牽制する意味が大きいとされているね。F-22 は3月17日から訓練飛行を始めており、今後は岩国基地の海兵隊所属の F-35B と共に共同訓練を展開していくとしているよ。このように岩国海兵隊基地では昨年来、米空軍の B1B 爆撃機や F-22 戦闘機と共に海兵隊の F-35B、あるいは海軍機との連携による訓練が進められていて、太平洋、日本海、東シナ海、南シナ海、インド洋における米国産軍の連携を強化し、中国を牽制する動きが見られているんだ。本来は海兵隊基地である岩国基地に、米空軍と海軍の航空機が飛来して受け入れ体制の確認や訓練などを行う動きが活発になっているのだ。ここ最近の中国軍が活発に動いていることにあると考えられるな。想定訓練も積み重ねて、もしもの時に迅速に対応できるように期待したいね。中国が台湾に武力侵攻する際に最も重要なことは、いかに米軍を参戦させないかということにあるからね。中国にとっては武力侵攻の際には台湾上空の制空権を獲得することが必須であり、それがなされなければ実現は不可能だから。そのために目の上のタンコムとも言える在沖縄の米空軍をはじめとする航空戦力を無力化する必要があり、最も有効な手段が尖閣諸島への地対空ミサイル部隊の配備であると指摘する声があるな。中国軍はロシアが開発した射程 400km の超長距離地対空ミサイルシステム S-400 を保有しており、このミサイルシステムは6つの攻撃目標を同時に撃墜できる能力を持っているぜ。アメリカの地対空ミサイル PAC-3 の2倍の射程を誇るこのミサイルは超音速ミサイルや、弾道ミサイルも落とせる性能を持つとされていて、もしこれらを尖閣諸島に配備されてしまうと在沖縄米軍は身動きが取れなくなる恐れがあるんだよね。尖閣諸島の久場島はなだらかな丘陵があり、地対空ミサイルを配備するには適していて、
現状では日本人が住んでいないことから簡単に占拠することができるんだ。もし、ここに中国軍の S-400 が配備されるようなことがあると台湾上空はもちろん、沖縄もその射程に入ることになり、嘉手納の米空軍基地や航空自衛隊の那覇基地の戦闘機が迂闊に動けなくなってしまうため、嘉手納の米空軍は三沢基地ないしはグアムまで撤退せざるを得なくなるんだよね。先日のバイデン大統領による尖閣諸島への日米安保条約適用発言は、このことを踏まえた上でのものと思われ、尖閣諸島の重要性と中国に侵攻される危険性を暗に日本政府に対して警告として発したのではないかと思えるよ。中国は必ず尖閣を占有するから、のんびり構えてないで防衛に本腰を入れろって感じかな。また、直近の岩国基地での海兵隊、空軍、海軍の合同訓練などは、沖縄から撤退する最悪の事態を想定してのものではないかとさえ思えるんだよね。2021年になって尖閣諸島近海における中国海警局艦艇の動きが活発で、4月21日には67日連続で領海内や接続水域を航行しているよ。これまでのところは海上保安庁の艦艇だけの場合には接続水域を航行し、日本の漁船が尖閣に近づくと領海内に入って追い払おうとする動きを見せているだけであるが、これがいつ中国海軍にとって代わって尖閣諸島に上陸を果たすことになるか予断を許さない状況なんだ。台湾への無力侵攻に先立つ中国軍の尖閣上陸を、今の日本が阻止することができないからな。現在の尖閣諸島近海には海上保安庁の巡視船が張り付いているのみで、いざ中国海軍艦艇が尖閣に上陸を始めたとしても、ただ警告を発することしかできず阻止する力も権限もないもんね。また、中国軍の尖閣上陸の報告を受けて海上警備行動が発令されたとしても、海上自衛隊の護衛艦は中国軍から攻撃をしてこない限り手を出すことができないんだ。後手に回ることは前提なんだね。中国軍が尖閣諸島を占拠して基地を建設し S-400 配備が明らかになってから慌てて防衛出動を発令したとしても、やはり中国軍が攻撃をしてこない限りは自衛隊から先手を打って攻撃することができないというのが現状であり、政府は法改正を急がなくてはならないんだ。中国による台湾への武力侵攻は決して対岸の火事ではなく、間違いなく尖閣諸島という領土を奪われるという日本にとって戦後初めて有事となるかもしれないよ。日本政府が今急いで対策をしなければならないのは、何が何でも東京オリンピックを開催することじゃなくて、そのための新型コロナ感染拡大対策でもなく、台湾有事とそれと同時に発生するであろう尖閣所有時に際して自衛隊が武力行使できる法改正整備であることを、菅総理大臣には認識してもらわなきゃならないんだ。それじゃ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。いつも動画を見てくれてありがとう。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。不要不急の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。不要不急の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。不要不急の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。不要不急の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。不要不急の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。不要不急の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。不要不急の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。不要不急の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。不要不急の外出は、控えてほしいぜ。みんな本当にコロナに気をつけてください。気をつけてね。不要不急の外出は、控えてほしいぜ。